起きてる？シルビー、あなたの気持ちは分かりました。アリマ殿、嬉しくないと言えば嘘になるでしょうね。あなたが私の言葉にひるまず押し倒され、正直胸が高鳴りました。初めてです。自らに女を感じたのは。ただ今はまだ混乱していて、少し時間をいただきたい。私が私としてあり続けてなお、聞こうと行く道を共に。シャツをお借りします。もう少しだけ一緒にいたいから。シルビー、認めるよりありません。あなたに抱かれていた私は女でした。よろしいのですか、鉄平様。声をおかけにならなくて。はあ、芋虫がさなぎを経て蝶になったらね、最初の何日かはやっぱり戸惑うかと思うんだ。あれ、俺飛んでるよ。違うよ、眩しすぎるんですよね。心が芋虫のままで。毎日おっしゃるものですから、すっかり覚えてしまいました。あの世界に割り込む資格は俺にはないんじゃないか、なんてさ。間違いなのはむしろ私です。鉄平様のおそばにお仕えさせていただけたことで、貴重な体験をさせていただいております。鉄平様。ん？はあ、人目をはばかっておいでなのでしょう。ファンホッセン家のご令嬢は慎み深い方が多いと伺っております。お気遣い感謝します。その慎み深いお嬢様相手に強引すぎたってことかな。感謝の言葉よりお許しがいただきたいです。え？お待ちしておりました、シルビア様。お迎えの車を手配いたしました。鉄平様が探しに行かれたようですが、お会いになられませんでしたか？先にお帰りになられるようお伝え願いたい。私は一人で結構です。ではそのように。先刻武道場にいましたよね。はい。有馬殿もご一緒だったようだが、何を話されて。いや、何でもありません。鉄平様のおそば近くにあってお望みに応えるのが私の務めです。私の喜びは鉄平様のご満足をもってのみ得られるのです。ユウさん、もう着替えたんだ。シルビー。有馬様ですわ。え、まあ、あの方が。タケの主とメイドの関係に口を挟むのはマナー違反と言うべきだろうが、恥ずかしいと思わないのか。キコ、このような、かわいい私がか。鉄平様、火急の事態です。申し訳ありません、失礼します。今何時？7時5分だ。お疲れは重々承知した上でお願い申し上げます。
来てください。私では判断しかねる事態です。はあ、女を待たせるとは真摯にあるまじき行為だな。朝早くから失礼する、有馬殿。おはよう、てっぺお兄ちゃん。え、パパがね、今日と明日お仕事でお家にいないの。その間マリアとお姉ちゃんを預かってもらうんだって。誰に？私たちが今ここに立っているのだ。言うまでもないだろう。もうツンツンしちゃって、やきもちやきさんなんだから。昨夜一方的に通告されたのだ。私だって戸惑っている。そんな嫌なことみたいに言わないんだよ。お姉ちゃん本当にツンデレさんなんだから。確かに私たちは皆親に命を授かった。託されし者を受け止め、その思いを尊んで生きるべきでしょう。だからといって親にこの運命を定める権利などない。違いますか？はあ、シルビーはそんなに嫌？俺の言い名付けってことがさ、少し傷ついちゃうな。その態度だ。貴公にも問題はある。大体貴公がきっぱり断ってくだされば。好きだよシルビーのこと。一時の感情に流されただけの言葉なのではありませんか？私は王位継承権を授かりし、栄誉ある騎士の家に生まれた女。祖国にて果たすべき役割があるに無理やり奪うなど卑劣だとは思わないのか？今の俺の気持ちを知ってもらうのが大事。押し付けられても困る。私の決意は揺らがない。言葉だけでは。私たち貴族は国民の思いを束ねる身。それを自由にする覚悟が貴公には終わりか？烈情なんて言い方してほしくない。寂しいよ。無理を言って服を借りたばかりか、その汚してしまうなどと。お気になさる必要はございません。服の代わりなどいくらでも用意できます。ですがお心は別。お二人のお心をつなぐ手助けができたのであれば何よりと存じます。おはようシルビー、今日は早いんだね。朝練がありますので。ではお先に失礼する。ああ、ハレンチな白昼堂々、あんな行為に及ぶだなんて、我が身のことながらどうかしている。合わせる顔がないではないか。おはようございます鉄平様。いかがなさいました？お顔の色が優れぬようでございますが。別に何でもないよ。大事があってはいけません。さあこちらへ。では一部始終をご覧になっていらしたというわけですか？そうと知ってあんなに強引な求め方をしちゃって、今度こそ本当に嫌われたかな。社交の世界は綺麗事ばかりではありません。鉄平様には女の扱いというものを学んでいただく必要がございます。むしろ良い経験と考えてはいかがです？浮気がバレた時の？メイドが相手ではしつけにしかなりません。そうおっしゃられれば済むことです。しつけ？それもしつけ、これもしつけ。なるほど、また開き直るおつもりか。嫌なら拒めばいい。騎士たる家に生まれた者が誓いに背くわけにはいかない。それだけだ。今は俺の奴隷だもんね。私も変わった。
命じられるまま似合わぬドレスなど身にまといか弱い女のごとく扱われるのが今は心地よい。あ、いい加減にしないかマリア。食事くらい自分の椅子で取る。てっぺいが食べづらいだろ、うんうん、食べづらいならマリアがあんしてあげるね。お姉ちゃんに呼び捨てでいいって言ったの？女に甘い顔ばかりする男はダメだってパパ言ってたよ。お食事中に失礼します。てっぺい様、急ぎご報告せねばならないことが。素敵だよ、眩しいくらいだ。制服姿もフェンシングの時もドレス姿も魅力的だけど、その格好が一番俺の憧れるシルビーだ。心ない世辞は時として相手の機嫌を損ねますよ。あなたと出会う前の私であれば迷わなかった。この命を投げ出すことも厭わなかったろう。今は違う、恐ろしい。戦地に変わろうとしている祖国で私ごとき一人の小娘に何ができるか。命を落とし国に投じられるかもしれない。再びこの国へ戻ることもかなわず、二度とあなたに出会えないかもしれない。そう考えるだけでやはり私はあなたの女にされてしまったようだ。それでも行くんでしょ？自分でもよくよく嫉妬深い女だと思うよ。私がいなくなればあなたの隣には他の人が立つ。そんな当たり前のことを考えるだけで覚悟が揺らぎそうになる。待ってるって言葉だけじゃ足りない。覚悟を見せろってことかな。なら覚悟を決めるのはシルビーの方だ。全ての恥をさらしてもらう。シルビーと何話してたの？気を許すなと警告されました。え？鉄平様は恥じらいを巧みに利用なさって女をしつけると、私など一晩で飼いならされてしまうそうです。どんだけ悪人扱いしてんだ。